こちらがそのトイレ。扉の向こうはなんと海の中。そう、ここは水洗トイレであり水中トイレでもあった。トロピカルな魚に混ざり、カメも優雅に泳いでいる。このトイレを作ったオーナーに聞いてみた。まあ海で泳いでてどうしても我慢できなくなった時に、こう中で用を足した時にすごい気持ちが良かったとそれをイメージして、まあ、こういう風なトイレを作りました。水中豊漁で思いついたこのトイレ、製作費は3000万円。せっかくなので用を足そうとすると、家政婦ならぬカメは見ていた。オスですか、オスですか。あれはね、オスなんです。やっぱちょっとスケベなんですよ。水中トイレ、県民遺産として残したい。評価をどうぞ。集計。ドキドキする、ドキドキする。